剣。竹の力を解放したか。これで叶わなければ。俺は。どちらかは消えてしまいます。ですから約束を守ることは永遠にできません。俺が優勝してスーパードラゴンボールで貴様たちを生き返らせてやる。僕たちを。守らなければならないんだ。だから俺のやり方で限界を超えてやる。そして全貴様に勝つ。ベジータの火が。今までのブルーの力とは違う、この果てしない力を。ベジータさんも殻を破ったようですね。今までのスーパーサイヤ人ブルーをはるかに凌駕する力を我が身に集約させたのです。これが俺の全てだ。ジェン、あれがベジータの限界を超えた力。あの二人が力を合わせようというのか。共に月の鋭さを増している。ヒレンへの反撃が始まった。正面から挑む悟空、全ての力をまとったベジータ、限界を超えた二人の力がヒレンを追い詰めていく。果たして悟空とベジータはヒレンを倒すことができるのだろうか。力の大会終了まで残り時間あと7分。